ということで今日は、じゅんさんの家にやってきました。じゅんさん、こんにちは。こんにちは。こんにちはというか、おはようございます。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 今日はよろしくお願いします。お願いします。元気ですか？はい、日本に帰って戻ってきて風邪をひいちゃった。風邪ひいちゃった。鼻水が鼻水出てきた。鼻水、あの、取りたかったら、あの、取って言ってください。ありがとうございます。鼻水と喉、はい。自分家のようにゆっくり、まあ、自分家なんですけどね。はい。お願いします。じゅんさんね、じゅんさん、オランダ来たの、2019年 5月、え、4月、まだ1年経ってないよね。経ってないですね、まだ4、5、もうなんか10ヶ月、新婚ほやほやみたいな。新婚ほやほやじゃない。まあまあまあ、けどもうちょっとずつ慣れたな。もうだいぶ慣れました。慣れましたね、ちょっとずつ。ちょっとずつ、はい。どうですか、オランダ生活。オランダ生活、いいっすよ、すごい。日本と違っていいっすね、綺麗で、街が綺麗で。なんかやっぱり、もう僕4年ぐらい住んでて、もうあんまり良し悪しというかね、あの、新鮮な目がなくなってきたんで、なんか新鮮な目で見てる、ちょっとじゅんさんの率直な感想を聞きたいなと思ったんですけど。はいはい、なんでも率直な感想、いや、綺麗ですね。街が綺麗、道が綺麗ですね。そうですね、空気も綺麗かな。なんですか、高いビルがないから住んで、ね、見通せるというか、見通しがいい。そうですね、綺麗です。なんかオランダ生活で困ったことありますか？オランダ生活困ったこと、ここ気に入らないなとか、なんかここがちょっととか、なんかもしあれば。まあまあ、なくてね、オランダのもうここが最高とか、まあ、そんなの全然いいんですけど、はいはいはい、なんだろう、ここ気に食わねえな、あんまり。なんですかね、オランダのスーパーで物買って、スーパーで、はい、物買って、例えばソースとか、ソース、はい、あと洗剤とか、洗剤、はい、まあ、一般日用品買って、切る切れ目がないみたいな、すごく細かいことなんですけど、日本だと当たり前にこう切り口みたいな、ああいうピッてやる、すごい効いてんな、気が効いてんな、日本の商品はみたいな。で、食べ物もここピッて切れば垂れずに出るみたいな。チーズとかも全部ブロックになってるんで、自分で日本の小分けにされてて、ここピッて切れば食べやすくなるみたいな、あれが当たり前だったんですけど、オランダそういうのないな。なので全然そういうこと俺気にしたことなかったっすわ。やっぱ気になります、そういうの。まあ来たばっかりだから、来たばっかだから違和感が、でピッキリバッて出て、うわー、ふざけんなよ。ちょっと小分けにしてほしいと。はいはいはい。切り口がそもそもないとか。あ、確かにそうですね。なんか日本のだとここから開けるみたいな書いてあるよね。はいはい、ここから開けてこう開けてみたいな手順まで書いてあったりするのに、こっちないっすね。それもうめっちゃあれですね、いい視点持ってますね。いい視点なのか気づかなかったですけど、日本の商品って聞いてんな。いや、僕もこの前あの焼きそばもらって、はいはい、あの食べたんですけど、日本のですか？日本の焼きそばあるじゃないですか、一平ちゃんとか、はいはいはい、でなんか全部書いてあるじゃないですか、はいはい、ここまで開けるとか、はいはい、なんか火薬外に出す的な、はいはい、熱いの注意みたいな、はいはい、それがめっちゃすごいなと思って。確かに、あの、暑いの注意とか自分で注意せえみたいな。そうですね。いや、だからあれはあれでしょ、だからもしね、あの、なんか万が一、そう、万が一怪我したら、怪我したら訴えられるから、書いてないからっていうことになるからでしょ、うんうん、そんなことオランダでやってたらとんでもないことになっちゃうんだからね。そうですね。なのでそういうとこ日本っていいなとか、結構いいというか、細かいあれですね、なんか思いますね。うーん、あと何だろう、トイレの便座が冷たい。ずっと言ってたんですか、ね、あ、これあるあるですね、はい、便座が冷たい、この前もなんか言ってましたよね、はい、で今回日本帰った時に便座カバーをようやく買って今設置しました。あ、そうなんですね。はい、便座カバー一応サイズ測って、オランダの結構ガチやん。
前もなんか言ってたね、そういえば。ウォシュレットがない。めちゃめちゃ。なので、別に字とかじゃないんですけど、お尻、敏感なんで。お尻、はい。なので。ウォシュレットは、あの、あれだね、タイム&スタイルさんに行ったらあるんだよね。売ってたんですけど、高かったんです。なので、はい、今回便座買って、便座カバー。便座カバーね。買ってきました。どこで買ったの、便座カバー。100均で。100均 ?100 均、日本の100均で。最近、あの、アムステル店員さ、あの、ピカピカジャパンで。はいはいはい、100均もどき。100均の。けど、3ユーロ、なんか2.5ユーロできたけど、便座カバー売ってたよ。で、2.5ユーロですよね。そうそうそう。2、3倍、3倍ぐらいか。2.5ユーロ。あ、でもやっぱり 2.5 ユーロって言ったら、ちょっと高く感じる感じちゃう。あ、感じそうなんや。もう俺なんかもうあれだね、あ、これもうテンション上がっちゃってさ、ピカピカジャパンみたいな、安みたいな思っちゃったよ。まだ行ってないな、ちょっと行ってみます。だから、メンザカバーもさ、買ったのはいいけど、やっぱずっとつけていくわけにはいかないじゃん。買えるとか1ヶ月に1回とか、はい、ね、1ヶ月に1回とかは新しくしたいじゃんね。まあ、2.5 ならいいかなっていう。あ、そうでしょ、やっぱり、はいはい、2.5 ならね、俺もいいと思うんだよね。そうですね。ていうか、こっちで日本で100均当たり前にありますけど、こっちで1ユーロなんて見ないですもんね。ていうか 2.5 でも確か安く感じる。アクションとか。アクション、アクション行ったことある？ない、ないです。あ、ない。アクションとかかな。1ユーロではないけど、なんか比較的なんかアメリカとかの99セントショップとかに近い感じのオランダバージョン。アクション雑貨が売ってる。うん、日用雑貨が売ってる。そう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 。もう100均みたいなノリというか、あの店作りだけど、まあ、100均ではないんだけど。ちょっと行ってみます。アクションこの辺だと、あのアムステルフェーンのセントラムに大きいのがあるとか。大きいのありますね、あそこね。あ、ちょっと行ってみます。アクションなので、それを今回買ってきて今満足です。なんかだいぶ前もなんか言ってたよね。そういえば、はいはい、なんかもう便座がみたいな、大丈夫なんですかみたいな、ね。俺とかも逆にあの座った時にあったかかったらビビる、今なら。いや、夏はいいんですけど、冷たくてひんやりしてて、逆に冬朝起きて、はい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 、あれがしたい時、冷たってなって引っ込むみたいな。あ、そんなことある？あれあれ、冷たすぎて引っ込むとかある？便座が冷たすぎて、あ、まあ、もう毛もうなくなりましたけど、カバーして。そんな困ってもない。あ、もう困ってないので、あとはもう驚くばかりで。驚くばかり、はい。まあ、キャッシュレスですか。カード、あー、カードの、カードから、あと何だろう、あの、あれですよね、銀行アプリとか電話でお金を送信できたりするんですよね。確かにね、便利ですよね、はい。日本だとお金、あ、今日足んないや、あ、じゃあ今度ねって言って、今度ないんですよね。おおよそ今度5000円返すわとかで、覚えるのも大変だし。5000円って結構な量じゃない？結構な量ですけど。5000円多いじゃん。また今度ねとか、1000円、2000円の単位でも、あーごめん、次でみたいな。はいはいはい、で、次催促するのもちょっといい、面倒いだよ、面倒だし、煩わしいし。はいはいはい、はい、でこっちみんな携帯アプリで、あ、今送ったわとか。あ、スマートですね。スマートで、いや、結構みんなスマート、うん、ほんと。そうですね、うん。あ、確かに日本ではそういう文化あるよね、はい、なんか、はい、なんかキャッシュでほら、あ、ちょっと、あ、ちょっと1000円、誰か50円とか、うん、なんだ今思うとっていう。50円、誰か50円みたいな50円、そんな会話してました、ね。確かに50円あの返してよって言えないよ、ちょっと言えないよね。スマートだなって思いますね。あと何だろう、あと車っすかね。車運転するんですけど、はい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 、なんですかね、いろいろスマート。
ですね。車この前もなんかあの話してくれた人がいたんですけど、はいはい、車乗らないから車視点いいですね、はいはいはい、なんかね車まず高速がタダっていうの基本高速道路タダタダなのでまあまあ日本だと高速乗るの躊躇しますけどあお金払うからお金払うならちょっとの距離ならいいかなけどこっちも、まあ、ただっていうかフリーハイウェイハイウェイなので、うん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 、もちろん乗ります道綺麗です道綺麗はいで一番驚いたのが信号信号日本だとなんですかねなんていうんですかね赤と青のバランスって基本50-50もしくはまあ大きい道路だったら大きい道路優先で青が長いで短い横から入ってくるは短いっていうなんか時間で決まってると思うんですけど感覚決まった時間で日本 の, あの平等主義的なのが反映されてる信号に信号に、はい、こっちの信号ってそうじゃなくて車が近づいたら青になるとかもし誰もいなければ青になるとか、はい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 、こっちの道が混んでるなと思ったらその道を混まないように青にしたりその臨機応変に時間変わるので感性っていうんですかね 感度でそれもうめちゃめちゃすごいですねすごい進んでんなえ自転車はそれはない自転車は多分ボタン押さないやっぱりそうボタン押さないと僕自転車そういう経験したことないなと思って、はいはいそれでもあれですよね、だってあの自転車乗ってて、はい、あ、前赤だなって言ってて、はい、感知したら青になってくれて止まらなくていいってことでしょ？そうです、そうです。それめちゃめちゃすごいですね。めちゃめちゃすごいな、オランダ。え、それってオランダだけなのかな？いや、わかんないですけど。他のヨーロッパの国もそうなのかな？けどフランス、イタリアでは運転してもそんなことないので。あ、絶対止まる感じ。止まるというか、そんな感度なんか多分ない。おー。わかんないですけど、オランダは少なくとも。投入してでも、まあ、細かいことだけど、まあ、ブレーキ踏んで1回止まってるとほら燃費の話になって燃費悪くなるし、はいはい、そこも計算してんのかな、どうなんガス規制というか、はい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 、まあ賢いなっていうすごくスマートなそれもあの車乗る人ならではの視点ですねマジで、はい、ちょっと自転車などにも導入してほしいなけどあとあれですね日本だと直進青ですで右折しようとしたらもちろん歩行者自転車も青なのでそう気にしないといけない日本だとはい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 こっちってなんですかね自転車赤なんですよあのうーん自転車が赤説明しにちょっと市内は別なんですけど市内は人多いのであれなんですけどちょっと離れた、まあ、この辺でも車が青であれば車どこ行っても歩行者自転車でぶつからないようになってる。え、そうなの？そうそうですそうですそうです。なんか気にしたこと なかったわ。なので日本だと巻き込み事故みたいな、ある自転車で歩いてる車とバーンぶつかるみたいながあると思うんですけど、こっちってなんですかね、車が左折しようとしたらその先は車自転車通れないように赤になってるので安心して左折して車切れるみたいな。日本だと止まって、はい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 、ああ来てみたいなあのなんていうのあの右折待ちみたいなあのなんていうんですかね説明しにくいんですけどいやあの丸くなってるとこあるじゃんはいはい、はい、あそこ、はいはい、なんていうのあのランナバートランナバートバート、はいはい、それってあれってさなんか車の人って絶対止まる止まってくれるじゃん、はい、車より自転車優先ね自転車優先だけどいまだになんか本当に止まってくれるのか心配が日本人的にはあると思うんだけど、はいはい、オランダ人にとってもう何も見ずに行くよね、はいはい、自転車乗ってる人、はい、なので止まるって思ってるんでしょうね車は止まって当然だみたいな、はいはい、あもうそれすごいよね、まあ、すごいですよね日本だと車優先いやいや絶対そうでしょそうでしょやっぱり跳ねられますよねそうですねこっちそこは徹底してるなってあじゃあもうほぼ事故がまあ可能、まあ、あるけど可能性が低くなるというか、はい、いうふうには生きてるってことだね自転車社会だからこそ車との巻き込み事故が極力少ないようなシステムというか仕組みはされてるんだなっていう素晴らしいですねっていうのは
なので運転してても気にする必要がないので、その辺は右折左折に関してはあまり、あ、自転車来ないように赤になっているので、はははははなので楽ですね、運転してて。日本だとだって巻き込んじゃう、巻き、もちろん来れば止まらないといけないので、それは運転してて楽ですね。ああ、じゃあもう機械がもう本当に、日本だと機械は本当機械扱い、はい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 、機械を見て人間が動く、はい、こっちだともう機械がどちらかというと人間操作してるみたいな、そうですね、そういうところがあるってこと、はいはい、全然知らんかったわ。そうやっぱ運転してみるもんだね。ぜひ運転してみるもんだね。やっぱ車運転してて曲がるときに青だけど人がいたら止まらないといけないじゃないですか、うん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 、もちろん渡ってたら、うんうんうん、それがあんまないですか、こっち止めてるの信号が。あ、そうなんや。自転車運転してて車の右折左折気にしたことありますか。気にすんの、あの、はい、さっき言ったあのアランダバーグ、そうそう、あの、あ、来たな、ドーナツみたいなやつ、はいはい、あそこで、あの、なんか曲がりたい、曲がりたいって自転車優先だから、はい、行ってもいいんだけど来てる、ちょっと怖いじゃん、はいはいはい、本当に止まってくれるのかなみたいな、そこぐらいがね、よく考えたら。そしたらもう自転車が青になったらもう行きますよね。行く行く行きますよね。そこから横から車が来るなんて思わない思わないですよね。あ、そういうこと。はい、そうそう、車行けないんですよ。あ、騙してきたね今。あ、確かにそうだね。あ、車来たなとは思わないですもんね、まあ、車が行けないようになってるんで。まあ別にどっちもストレスにはなってないよね、はい、そうそう、信号で止まってるだけだから、はい、青になれば行く、シンプル。確かにそうだ、日本って青でもなんか見ないといけない、車ちょっととかバイク見るとか、右見て左見て右見て渡れてるよね、はいはいはい。っていうのがこっちない。いやー、ジュンさん、それはねすごい素晴らしい視点が、全然考えたことなかった。いや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 、そんなこと。私はそうですね、車好きなんで。あ、車もともと好きなんですか。車好きなんで。今でもこっちで左ハンドルのマニュアル、オートマ。あ、オートマあるんですね。オートマあるんで。あ、オートマ。それは結構いいですね。なんか大体みんなほらオートマに左ハンドルのオートマ乗ってね、なんか難しい。もう僕には結構難しく見えるんですけど、簡単だっていいんですけど。慣れだって言うんですけど。慣れですね。慣れでした。慣れでしかない、はい、うん、ただこっちのいいとこでもあるけど悪いとこ、私もスピード違反1回捕まって、スピード違反、はいはい、駐車違反も3回捕まって、めっちゃ捕まってるやん。いや、あのそれがこっち駐車違反って普通の街中でもオービスみたいあるんですよ。わかります。あ、カメラ、カメラがある、そこら中にあるんですよ。はい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 、なので見えないだけで、見えないで、あ、もちろん今アプリがあってどこにカメラがあるよって分かるんですけど、そんなアプリある、そんなアプリを起動しなければ分かんないんですよ。はい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 。で50キロ制限のところを54キロで走って4キロオーバーバシッみたいな、その自動カメラで。ちなみにその4キロオーバーで大体罰金どれくらいなんですか。60リール。4キロ、それはあの何キロオーバーしたかによって、5キロ、10キロ、15キロ、20キロとかで、で額が決まってるはずです。けど日本でたった4キロ、50キロ、54キロで取る、まあ、取られたので取るんですけど、この国厳密に。それ結構きついですね。で街中で、え、3回取られるんですか。それは1回スピード違反。はい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 。で他は駐車違反。駐車違反、駐車違反、駐車違反もある。駐車違反もこっち基本街中出るとメーターがあって、自分で1時間2時間セットしてお金払ってから駐車するんですよ。はいはいはい、はい、仕組み、うんうんうん、でもちろん2時間で払ったけど2時間超える時ももちろんあるじゃないですか。 ありますね、はいはいはい、予定が伸びたとかで、はいはい、でああできないってなった時にで戻って、もちろん車あるんですけど、で後日手紙が届いて、あの時なんですか、オーバーしてました。オーバー、あれってさ、はい、めちゃめちゃ不思議なんやけど、なんでわかるの？オーバーしてるっ
ていう。オーバーしてるかは問題じゃなくて、もし過ぎたらそのナンバープレートはお金払ってないですよっていう扱いになって、こっちの駐車違反の仕組みって日本みたいに何ですか、目で見て、はい、ナンバープレート見て、はい、バチッじゃなくて、自動で街中 Google かっていうんですかね、センサーついてる車が走ってて、そのセンサーでナンバープレートを読み取って、こいつ払ってない、ピピッ、もう一瞬で行っちゃうんですよ。え、ちょっと待って、ちょっと、そんなすぐ、もうそれでもうセンサーの走ってる車が通って、でじゃあ通らなかったらラッキー、通らなかったらラッキーですよ。そうそうそう、ラッキーなんです。あ、じゃあ、なんか街中でよく見る、あの赤い上に、はい、赤い上にいろんなカメラがババババってついてる。あ、それあれやったんや、あれ駐車違反の。俺なんかGoogleストリートビューを撮ってるのかなと思ってたんだけど、あれナンバープレートを、あ、じゃあ、あの人たちはあれを運転するのが仕事なんだ。そう、運転してるだけでセンサーが勝手にナンバープレートを読み取って、こいつちゃんと払ってる、払ってないでバシッみたいな。で、それですぐ後から来るの。そうです、すごいシステム。全然知らんかった。いやね、ずっとね不思議だったんですよ。そのなんかほら、そろそろ、はい、駐車料金の時間だからって、お金入れるか、はい、もしくはね、帰らないとみたいな、はいはい、なので過ぎてもそいつが来なければ、そいつかそういう人が来なければ車罰金にはならないですね。そうそう、ああ、そういうことですね。来たらアウトですね。なんで、あ、そういうことなんや。すごいシステマチックに。めっちゃ詳しいですね。いや、もうやられてやられてふざけんなよっていう。やられすぎて、やられすぎて。いや、一番大きかったのは障害者用のところに止めちゃったんですよ、分からなくて。車を、はい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 、駐車場空いてんなと思って止めて、はいはいはい、で一切分かんなかったんですよ。車椅子のマークが駐車場の下にはついてたんですよね、後で確認したら。ただ止めるとき暗くて、そんな分からず止めて、で普通にお金も払って、もちろん、はい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 、で後日来たら、あそこに止めてた何分、そこはハンディキャップ用だみたいな、はい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 、で罰金500ユーロっすよ , 笑えないっすよ、500ユーロ。ごめん、笑っちゃったうわーって。なので500ユーロ、ハンディキャップ用のところに止めた時の罰は重いっていうのは。いやいや、でもそれ分かるのすげえな。いや、痛い目にあって分かるみたいな。最初は分かんない。分かんなかったんですよ。そうだよね。よーく見ないと。それなんかもう分かんないんですよ、ね、めっちゃネタやんあれ、いや、もう会社中でネタ純500ユーロ払ったんだってよみたいなお前史上最高だわみたいな。オランダ人もそんな払うとは知らなかったって。なのであれは痛いですね、普通に日本帰れたなとか思って500ユーロだねいや、あ、でもなんかそれで言えば、なんかインロックした時のお金払ったってよかった。インロック、あ、部屋インロックした時、インロックした時100ユーロ払いました。あ、それ100ユーロで済んだ。じゃないの、200ユーロ払いました。あれは思い出したくなかったですけど思い出しました、ね、そうなんですよね。家オートロックで、で家鍵入れ、家の鍵の中置きっぱでゴミ出しして帰ったら、あ、鍵がない。鍵俺に預けておけばいいのに。本当そうっす、1個すいませんすいません。え、だって2つぐらいあるでしょ、だって。はい、俺預かっとこうかな。ね、私もインロックしたらすいませんって。来てください。今なので隣の近所、隣の人と下の人に鍵預けて。ああ、最高だね。最悪これキープしててください。で、まあ別に盗まれるものもそんなないので。ああ。まあ隣人いい人ばっかりなので。オランダ人ですけど。いい人ばっかりだよね、本当ね。そうですね。オランダ人ですけど。なので今鍵預けて。最悪鍵を中に。忘れて出ても彼らが助けてくれる日本だとけどあんまやらないですよね、隣の人に鍵渡すなんか。いや、日本は無理でしょ。日本無理。そこは考えるとオランダ、うん、何なんだろうなっていう何なんだろうなって安全な国日本ですけど、安全、いや、安全なのかな、 なんかどちらかというとなんか陰湿な人が多い、そうそうす、ね、イメージがあるな。人です、ね、なんか隠れてこそ、確かに
確かに。だからみんな痴漢大好きじゃん、はいはいはい、盗撮とかこっち聞かないですもん。なんか気持ち悪いこと好きじゃん、はいはいはい、確かにこっちの人逆に言うなら女の人スカート普通に見える普通に見える自転車こいでて、あ、普通に気にしてないよね。気にしてないですね。そう、見えることに全然気にしないよね。そうっす。どうかしたらなんかこれからクラブに遊びに行くんじゃないかみたいな格好したお姉ちゃんとかめっちゃ自転車こいでるもんね、はい、ガンガンこいでる。そうっすね。なので確かに日本陰湿な人なんですかね、不思議なんですけど、でもいいかなって思うんですけど短くなるんだろうなっていうとんでもないことになるんだろう。あ、じゃあついていこうか俺ついてきて。いや、なんか写真とか撮りたいじゃんオランダで髪切ってみたいな、あのバーバーに行ってみたみたいなあ、ちょっとジュンさんについていこうかな全然ぜひビフォーアフターダーンビフォーアフターみたいなね。ロッテルダムにね、あるんですか、あのね有名ななんかバーバーがあるって。そう、ロッテルダムにスコーレムっていうね最強のバーバー軍団。そう、バーバーのお店なんですか。お店あるんだけど行ったこと 見させてもらったんで、なんか、はい、なんかめちゃめちゃいかつい兄ちゃんたちがね、タトゥーゴリゴリ、タトゥーゴリゴリで、でなんか友達、美容師の友達とね、はい、あのちょっと見に行こうやって言って、はいはい、行ったらね、あのめっちゃ外でタバコ吸ってんのあのなんかもう白衣着た兄ちゃんが、めっちゃ、まあ、白衣着てあるんですかあの人。いや、あのね、あのそれはその人のスタイルだったけどね、はいはい、なんか白衣着た人がめっちゃタバコ吸ってんの外で、もうクソヤンキーみたいな感じで、はいはいはい、近く行ってちょっと中見に行ったら、なんか、うん、髪切るかそう、でもね、女の人は入れないんだよね。あ、そうなんですか。で書いてある、あのサインで、へぇ、あの女の人入れませんみたいな。そう、だからもう男だけの世界。いや、一度、なんかビール飲み放題、ビール飲める。そう、ビール出してくれるね。あれ、無料で。そうそう、まあ、待ってる人にだけどね。あ、うん、なんか待ってる人にはなんか、なんすかね、ビール出す出してくれる。あれアメリカから来てんか。いやいやいや、多分こっちのイギリス、こっちの、まあ、どこか分かんないけど。そうそう、そのロッテルダムにあるね、なんか。どうせやるならそこがいいんじゃないそこでもうゴリゴリザ・オランダ人みたいな髪型に。いや、でもバーバースタイルする人、するというかに関してはもうめちゃめちゃ上手だったけどね。あ、うん、なので一度ありかなみたいな人生。いや、ありありこっち住んでるし、うん、ありあり。ただ、再現性がゼロか。いや、なんかやっぱりなんか、アジア人がああいう髪型すると、やっぱりなんか、ダサくなるんですかね、中国人みたいになるのか。どう、なんかちょっと、あれだね、強い、強めな感じになるからさ。髪が黒いからですかね。だって、ジュンさんもあれでしょ、だってパーマーかかってるから。真逆なんですよね。そう、バーバー行ってみたい一度。いやいや、まあ行ってみた、いや、それはでもあの行ってみた方がいいかもこっちで行きました。行ってない行ってない。ケイさんまだ全然行ってない、まだデビューしてないよ。デビューしてない、うん、そうか、ちょっと今動画のいいネタになるかもね。バーバー行ってみた、うん、ちょっとあの日本人がバーバー行ってみた、ね、あのスコーレムっていうとこ日本でも有名な ライブとか、ライブ、ヘアショー、ヘアショー、ショーやってるの。そうそう、ヘアショーとか やってるあのグループ、有名なんだよね。系列店なんですか。それ多分系列じゃないと思うな、多分そこだけ、うん、は、でもあのスタイルがあるか、ちょっとスタイルが どうかって、まあでもかっこいい、かっこいい、男のかっこよさがある気がするな。何かおしゃれなんだよね、アトレティたちが。私たちもそう、個性バリバリでしょ。うん、そう、あ、個性がないとダメだろみたいなだから多分あのなんか日本みたいな、もしなんか制服とかがあるような美容師とかあったらもう、はいはい、相当ディズるだろうね何やってんのお前らみたいな。つまらねえ人生楽しいのか。いや、でもね、俺も一回ね、
制服のある美容室で働いてることあるんだけど、はい、制服なんかあるんですか、ね、テンションが全然上がらなくて何で違いをつけるかって言ったら靴下の色か靴下の色とか帽子もダメで、はいはいはい、そうあの時はもう俺死んだと思ったね個性の塊が美容室理容室の人かなと思った、ね、いやだからまあ あれなんだろうね、そのオーナーというかそういう人たちに依存されるから、はい、やっぱり、はい、みんなで一緒にそうだからみんなでちゃんとした感じのを目指してるお店ならそうなんだろうねきっと。うーん、今でもあるんですか。ああどうだろう、今でもあんのかな。大きなグループになればあるかも。なんか大きなグループがそもそも分かんないですもんね。うん、なんか日本ですよ、大きなグループってあるじゃん、なんて名前かな。アクは違うな、アクはアースアース、そう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 、なんか世界アースね、そうそうそう、全国にあるような、うん、アースとか分かんないな、全然日本に。いやもうほんとね、制服はもうちょっとね、もうない、もう罰ゲームだね、毎日が俺にしたらもう毎日が罰ゲーム。はあ、そうなんですね。制服、いや見たことないので、なんかもう誰かの従ってる感じがマジ腹立つ。制服ってどういうシャツにベスト、そう、ねその時はね、エプロン、エプロン、そう、なんか黒のエプロンと、腰からのベルト、そう、黒のエプロンと白のなんかもうダボダボしたなんかシャツ、あ、いかにも制服みたいな何ですか、私パスタ作るんですかみたいなそうそうだった、聞かないですね。じゃあちょっと今度バーバー、バーバースタイルはもう短くやつですもんね、バリカンゴリゴリ。いやだからもうあの任せたらいいんじゃない。ああもう好きにします、うん、ちょっと好きにやってよって言ったらこんなバリマスタ的なのが面白いんじゃないかな確かにそれ面白いです、うん、オランダで髪切ってそう、だからどうしてもさ、なんかこういう風にして頼んだらこうなりましたって言ったら、なんかその人をなんかちょっとバカにしてるような感じになっちゃうじゃん、はい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 、なんかよく YouTuber とかでもこういう風になんか頼んだらこうなっちゃった、はいはいはい、こうなりましたっていうのがなんかすげえなんかバカにしてるような感じがして、はいはいはい、そうですね、もう結論ありき、そう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 、どうせこうなるんだろうみたいな、それがなんかあんまり、確かにそれだったら全部その人に、そう、それだったらさ、その人のさ感性というかさ、はい、その人がやりたいように切ってもらいましたぐらいでいいと思うんだよね。確かにそれどうなんだろう、ゴリゴリの人にちょ任せるよ。いやだからそれが面白いんだこれそれでもし、うん、再現性がなかったらちょっとケイさんお願いしますね。いやそれは多分ね直せないと思う、直せない、バーバースタイルは多分、ね、ゴリゴリに切られると思うんだよねサイドとかもうスキン、もう0ミリとか1ミリ、そうそうそう、スキンフェードとかすると思うから下から上に向かってだんだんなんかこう上がってフェードがこう、そうそう、フェード効いてでもうあ、じゃあもう戻れない、戻れない、じゃあもう伸びるの待つしかない、伸ばすしか待つしかないね。じゃあ一度踏み入れたらもう戻るの2、3ヶ月、ね、まあなんか俺が切るスタイルとか結構なんかほらなんかワックスとかつけて、はいはい、なんかある程度長さを残して、はい、なんか形を整えるみたいなスタイルだけど、あの人たちはそれでも切った後の形だからもうそう完成、そう、柔らかくはないんだよね、もう完成。じゃあ戻るなんかない、そうそうそう、戻るなんてないね、もうレゴレゴレゴ、もう四角パンパンってやってはい終わりですみたいな、レゴレゴ、あ、じゃあどうしよう、日本に一時帰国する前とかに結構チャレンジャーだね日本に帰る前にゴリゴリオランダ人仕様で帰る、いけないっすね。いいんじゃない、でもそれ一度ぐらい、うん、めっちゃ面白そうやばそうっすけどね、どういう日本人でいう角刈りみたいな。でもね、そのお店はね7種類か8種類ぐらいパターンがあるんだよ。あ、それから選べる、そう、選べる選べる、だから大体これぐらいにしてみたいな、全部短いけどね全部ゴリゴリに短い
最悪坊主だねっていう。そしたらジェイさん坊主はちょっと似合わないんじゃないの。向こうそのバーバーの人たち頭の形は見るんですかね。多分見ない見ないです見ないと思う、ね、見ない、うん、もうバリカン、あのその頭の形に合わせたブロードライブしてるから。ああでもブロードライブめちゃめちゃ上手。ああブロードライブ、うん、そう見てたんだけどめちゃめちゃ上手だったね。上手、うん、まあ、結構強引なとこあるけどね。ああ痛そう。そうですよね、うん、串でグワッて、けど一度ちょっと今度ねちょっと決心できたら決心してよ。決心したらできたらって決心したら行ってみようかなと。で K さんすいませんこうなっちゃいました。いやいやいやチャンスがあったら一緒に行きたいでしょ。いやぜひぜひぜひ撮っていただいて全然だんだん私の顔が引きつやーべえなりそうスキンフェードをそれは面白そう。お坊さんじゃんみたいな。隣で笑う。だって一番なんか似合わなそうな感じだもんね。ジュンさんのこの感じ。ただでさえちょっと柔らかさがあってね、なんかあれなのに。傘しかない。まあ一度いいっすね。誰も傷つけることないし。ちょっとあの今年のなんか4月ぐらいから新しくなんか駐在とかでオランダに来ようって思ってる人に向けてなんかアドバイスありますか。なんかアドバイス、なんかこれまあさっき言ったベンザカバーとか。ベンザカバーマジで必須。必須マジで必須マジで必須。ベンザカバーマジで必須。ベンザカバー必須。なんか他になんかありますか。他に別に基本日本で手に入るんで。日本じゃオランダで手に入る、オランダで手に入るので、これって言ったやつなんすかね。特にはない。調味料もし必要なら。調味料ね。調味料あれば楽。細かい調味料ですね。細かい調味料あれば楽っすかね。みりんとかまああるのはあるよね。そうあるんすよ。あるのはある。基本あるので全部なので、これ持ってきてっていうの別に特になし。特になし。ベンザカバー。ベンザカバー持ってこいと。本当にベンザカバー。でもジュンさんおすすめのオランダアイテムベンザカバー。ベンザカバー、いや本当に大事っすよベンザカバー大事ですね。いやいや今日はなんかいろいろ話していただいて、いやそしてグッ、いやいや全然全然ありがとうございます。ありがとうございました。またまたまた次回会いましょう、はい。